こんばんは。トガラシTVの動画を見ていただきましてありがとうございます。今日は2017年9月12日火曜日でございます。ということで、今年もだんだんと秋らしくなってきました。秋らしくなってくると、プロ野球はだんだんと終盤に近づいてくるという時期でございますが、今日はこうして ZOZO マリンスタジアムに野球を見に来ました。早速行ってみたいと思います。今日一緒に行く人はですね、地元の中学校小学校時代の友達なんですが、動画には映れませんので、多分映らないと思いますので、顔はなんとなく隠しながら撮るような感じになります。じゃあ早速行ってみます。試合開始に間に合いまして、早速中に入っていきます。まさかのもう弁当売り切れか。もう弁当って売り切れですか。いやショックだ。万葉軒の弁当食べたかったけど、万葉軒は今日はもうありません。はい、お待たせしました。はい、どうもありがとうございます。じゃあどうもお疲れ様です。どうもお疲れ様です。早速ビールで乾杯をしまして、球場の外で買ったジンギスカンを食べながら飲み始めていきます。今回は2階席なんですが、パノラマカウンターシートといいまして、球場全体が見渡すことができて、さらには座席にテーブルがついております。はい、どうもどうも、あざーす。テーブルがあることによって、思った以上にお酒が進み、2度目の乾杯をしまして、どんどんお酒を飲んでいきました。カメラを低い位置に置いちゃっているので、パイプが邪魔になってしまっているように見えますが、実際にはそんなことなく、すごくよく見えました。真後ろの席なので、このボールの動きがすごくよくわかります。速さも感じられて面白いです。この後スローモーションにしてみましょう。内角にズバッと入ってくるようなボールにすれば、すごく迫力もあったかと思いますが、その動画がないので、このボールにしましょう。でカウンター席ということで、こうしていろいろなものを置いて食べることができます。外で買ったジンギスカン、タレをたっぷりつけまして、唐辛子 TV 的にグルメ動画も撮ってみました。グッドポーズ。それにビールがよく合います。今回一緒に行った友達とは、小学校時代マリンスタジアムまで自転車で来て、よく2階の内野重席で見ていたので、この2階からの景色が懐かしくて、こちらも撮ってみました。でだいぶ遅くなりましたが、ようやくユニフォームを着ました。着ること忘れておりました。なるほどね。で来まして、今度はサワーかなんかを飲んだんだと思います。こんな感じで食べ物をつまみ、お酒を飲みながら見える席でございました。2階席とはいえ、真後ろから見ていて、さらには上の方の高いところから見ているので、全体の雰囲気を見ることができて、守備体系などはもちろんのこと、ファンのボルテージなど、そういったものも見ることができて、とても趣がありました。5回の裏が終了しまして、この後通常であれば花火が上がる日だったようでございますが、この日は風が強かったということで中止になりました。幕張の空に花火が上がるのが見たかったんですが、残念です。なんかイベントみたいのがありました。オリックスバッファローズ7回ラッキーセブンの攻撃の前の応援歌です。誰なのあれ、わかんないけど、なんとか待ちです。行ける範囲で球場内を散策しまして、こんな感じで他の場所からも見てみました。ランナー1塁3塁で大きく打ったホールは3ランホームランかと思いましたが、タッチアップで1点入ったということになります。この後マリーンズの7回の裏、ラッキーセブンの攻撃になりました。ジェット風船も上がりまして、球場は盛り上がっておりました。ということで、今回は ZOZO マリンスタジアムに行ってきた動画でした。動画を見ていただきましてありがとうございました。こんにちは、動画出して TV に来ました。ありがとうございます。今日は広島のマリンスタジアムに来ました。今日はマリンズのユニフォームを着て、すいません、